見て、きなこ見て、宇宙人かわいいね、私ほら見てよ、しっかり見て、しっかり見て、しっかり動かなくなっちゃった、きなちゃんね、ごめんって。まあ、後頭部いい匂い。可愛いでしょ。ちょっと私最近悩みがありますよ。寝る時間がなくて。なんか私、すごく好きな人と、某 SNS 相互フォローになってるんです。で、まあ DM とかもしたことないし、お互いの触れ合いとかもないんですけど、私はめっちゃ好きで、でね、なんか相互フォローになってると、見えちゃうんですよ。いつ相手がログインしたかとか、あ、今いるなとか、それがもう気になりすぎて、もうダメなんです、私。恋愛をしてる子たちが、LINE の返信が返ってこないとか言って、こう悩んでるのって、こういうことって思って、やっぱ気になるもんですね。見えちゃうと。相手のことを知れば知るほど気になってくるっていうか、15分おきくらいに見ちゃうし、今も見たい。この間も好きな YouTuber さんに、初めてくらい意を決して、実はめっちゃ好きなんです、みたいなことをね、長文で送ったの。動画の感想と、その相手がやってる、その褒め称えたい行動、みたいのをまとめて、長文で送ったんです。したら、返信が返ってきて、本当に嬉しかった。たんだけど、また次の返信を不快にさせないように送らないといけないなと思って、嬉しいですみたいな感じで返してくれたから、一発目は多分不快にはならなかったと思うから良かったですって感じだったんだけど、次まあすぐ送るとね、また相手の負担になっちゃったりとか、文章を間違えると不快にさせてしまったりとかすると思うので、いや、こういう気持ちなんだな恋って、恋しちゃってんだ。はい、というわけで本日は秋服を買いました。ちょっと早いんじゃないって思ってるでしょ今。だけど私は本当に毎年毎年まだいっかって思ってのんべんたらりとこう過ごしてたら、いつの間にか季節が2シーズンぐらいもう変わってて、じゃあ服ないわってなることがよくあるんです。だから今年は早め早めに着回しができてすごく可愛い服っていうのを買っておいて、これらでもう秋は完璧よっていう感じにしていこうということで、今回結構大量に買いました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,4,15、 ん、足りないな、本当に 1,2,12,13,14,15 点かな、ゲットしました。サイダーというサイトで買いました。シュワ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 。昔から動画を見てくれてる子はもしかしたら見たことがあるかもしれないんですけど、前に私がプロモーションとかじゃなくても勝手に買って動画を出したことがあるお洋服通販サイトなんです。そう、めちゃくちゃ可愛い服がいっぱいあるの。ここ今回はサイダーさんとのコラボ動画ということで、全部着て紹介していきたいと思います。楽しみ。あ、待って、これもじゃん、これもなの、サイダーで買ったの。これも、あ、じゃあこれ1点目、これが角付きニットバラクラバハットのレッドを買いました。なんかわかんない、これで合ってるのか最近結構個性的な帽子が流行ったりとかしてたじゃん。だからそんな感じなのかなって思って、合ってるのかこれは。まあ可愛いって言ったら可愛いんだけどさ、これ被り方これで合ってんの。こうやってちょっと頭を縮めてみたりとかして、変わらないね。でもこれ私サイダーで一番にカゴに入れたから、絶対オープニングで被りたいって思ってちょっとこれのおしゃれな被り方を知っている人がいたら教えていただけると助かります。なんかリップ足りないわ。これが赤だからなんかめっちゃ自分の顔に血色がないように見えてきてしまった。じゃあリップ塗りましょう。あ、どうですか、納得納得。最近ちょっとここにね、ちょんって唇の上にリップ入れるのハマってるんです。結構ぼかすの。そうするとこんな風になれます。そしたらじゃあ紹介していきますね。どれからいこうかな。もうめちゃくちゃあるんですよ。ちょっとぐちゃっと置いちゃってて申し訳ないんですけど、こんだけあって、これどっから紹介していこうかなって感じなんですけど、じゃあなんかちょっと人気っぽい感じのやつからいこうかな。これめっちゃ可愛くない？これはノープコントラストトリムニット半袖トップ。信じられますか、私がニット半袖トップなるものを買ったんですよ。いやマジで昔から見てくれてる人はこの凄さがわかるはず。私はこういう季節感難しいものっていうのはね、着こなせなかったんですよ、昔は。そう、ファーサンダルとかね、行きました。まあ、あまりにもデザインが可愛すぎた。ちょっとショート丈なのも可愛いし、このバイカラーっていうか、でっかく分かれてるこの色合いがめっちゃ可愛い。これ結構一目惚れ。で、これと合わせて買ったのが、無地ミドルウエストプリーツミニスカート。これのネイビーブルーを買いました。大きめのプリーツが入ってて、何でも合わせられるかなって思って買いました。じゃあちょっと着てみようかな。こちらへどうぞ。はい、こんな感じです。これそろそろ撮るわ。よいしょ。乱れすぎ。代償がでかいな、これ。ニットのトップスがめっちゃ可愛いです。ピタッとしてて、体のラインが結構出る系です。結構袖のところもビチッとなってるデザインで、ゆるっとした感じがほぼないので、なんかこう決めたい日ってあるじゃないですか。私にはあるんですけど、ゆるゆるっとした女の子っぽい感じも好きなんだけど、かっこ可愛いみたいな感じにしたい時がね、あるんで、そういう時はこれを着ようと思います。めっちゃ可愛いんだけど、これ。ちょっと早めの秋服って感じで。あ、なんかめっちゃでっかいホコリあんだけど。恥ずかしいよ。近年マニアに見るレベルのデカホコリが。つかない！
ないよ。もう普段あそこずっと開けてるから、多分開けっぱなしのドアの裏のところでめちゃめちゃでかいホコリが連生されてた。でスカートはね結構短め、ミニスカートって書いてあるから当たり前なんだけど、満足のいくミニスカート。ごめんずっとさ、なんでお腹隠してんのかなって気になるよね。さっきめちゃくちゃケーキ食っちゃってすごい膨らんでんの、ごめんね。そう、私結構ねあのミニスカートの丈にはうるさいんですけど、中途半端にちょっと長いと結構事故るの私。だけどこれは本当に満足のいくミニスカートって感じ、結構短い。なんで店パンは必須っていうのと、お尻が結構大きい子とかはワンサイズ上を買った方がいいかもしれない。でまあ、手上げたりとかしたらウエストがチラッと見えるぐらいの丈です。ちょっとパンツ履いてみよう。もう今年めっちゃパンツの年だと思う、私の中でね。流行とかの話してない。パンツが私の中でめっちゃ着てて、今回のサイダーの購入品も自分の中ではズボンの割合が多い。もともとスカートが好きなんですけど、ちょっと今回はさすがに商品画像が可愛すぎて期待しててね。そう、サイダーのいいところってね、めっちゃしっかりしてんの。ペラペラじゃなくてしっかりといい意味で重みがあるというか。これがデニムプリーツワイドレッグブラウザーズです。じゃあちょっと着替えてみます。ねえ神かもこれ。え、なんかこのプリーツのおかげかな、わかるかな、下に向かってプワってなってんの。これがケツの幅をごまかせていいし、シルエットがめっちゃ可愛い。え、すごい可愛いこれ、見てほしいです。こんな感じ、結構丈がたっぷりとあって、底のあるサンダルとか履いたらめっちゃいい感じになりそう。このもたっとしてる感じが可愛いんだよ。結構理想通りかもしんない、すごくいい感じです。後ろこんな感じ、このニットと合ってるね。お腹もめっちゃいい感じに見えるし、これだわ、この組み合わせで買ってください。これ本当に可愛いねこの感じ。じゃあ次、ちょっと同じパンツスタイルなんですけど、これがねエスパのウィンターさん着用って書いてあったんだよね。アイドルとお揃い買います。これがデニム巾着カーゴパンツ、7色あったんだけど私はグレーを買いました。あ、じゃあこれやっちゃおうかな。猫ちゃん T シャツめっちゃ可愛いんだけどって思って買ってしまった。ジャージラウンドネックアニマル半袖 T シャツ着てみます。ねえやばいかも、やばすぎる。パンツの着心地が良すぎる。何これ、なんかわかんないんだけどここのゴムがなんか柔らかい、なんだろう、ストレスがないここに、謎なんですけどめっちゃ着心地がいいです。とにかくで見た目も可愛い。じゃあパンツから見せようかしら。こんな感じです。いやこれ可愛いね、すごく可愛いです。似たもんじゃないポッケがついてる。でこれ結構大きいもの入るかも、こんなちょっとした持ち物だったらここに入るぐらいでかいポッケが。なんかすごいさ空気清浄機がさ暴発してんだけど、臭いってこと？どっか行かせた。確かに私今日学校帰りだからめっちゃ臭いかもしれない、ごめんね。こんな感じ、丈もまあちょうどいいぐらいかな、ちょっとかかとから出るぐらいで私としてはとてもちょうどいいです。で、これまた色が秋っぽくて可愛いわ。まあ、なんかサイダーってパンツかも。パンツのクオリティがすごい。え、マジでさ、可愛くない？後ろこんな感じです。あ、ここにはポッケついてる？ポッケの量がえぐい。まあ、でも物を入れるポッケじゃないのかもしんないけどさ、おしゃれポッケなんかもしんないけど、一応全部使えるようになってる。いや、これめっちゃ可愛いと思います。おすすめ。で、上の猫ちゃん T シャツを見せていきますね。こんな感じの絵柄です。いや、可愛い。あ、なんかどんどん猫が出てくる。きなこに一番似てるのはどれかな。きなこ来たの。誰似てると思う？きなこは。そうだよね、何かになんて例えられないよね、その美しさは。薄いクリーム色って感じの色です。で、なんか触り心地がめちゃくちゃいい。ふわふわって言うとおかしいかもしんないけど、クラス T シャツみたいな感じじゃなくていい T シャツの触り心地してる。ペラくない感じ。後ろは無地で前は猫、猫ちゃんの可愛らしいお顔がプリントされています。こんなのさ電車の中で着てる人いたら見ちゃうわ私。猫好きなのかな。猫好きに悪い人いないって私信じてるからさ。恋人にするなら猫がいいわ。違う、恋人が好きなら、うん、猫が、ちょっと待って、猫にするなら恋人、ちょっと恋人にするなら猫が好きな人がいいなって言いたかったです。これいこうかな。これも結構一目惚れ系。商品画像バーって見てた時に、え、可愛いこれって思って、もっしっかりとしてて結構重みがある。ね、こちらが V ネックグラフィックフローラルボタンカーディガン、ベージュの方にしました。これも本当に気持ちいいな。こうやって耳包むと寝ちゃいそうなる。で、これと一緒に着ようかなって思って買ったのが、ハイネックの白いシンプルなトップス、無地ハイネックジャージー、ロングスリーブ T シャツ、これ1727円。で、スカートにしようかな。じゃあ、あ、これ前なんか書いてあったの、ルセラフィムのカズハさん着用と書いてありました。え、なんか韓国アイドルさん人気なんだね。え、すごい嬉しいね、ファンの人からしたら。じゃあこれで着てみたいと思います。やばすぎます、見てください。だんだん上がっていく、そしてこっちを向く、あなたはこっちを見る。やばい、可愛すぎるこれ。てか靴もちょっと履いてみたの、どうですか？え、可愛くない？やばい、これ靴が大勝利かもしれん。ちょっと待って、マジで足長効果すごくない？え、これは可愛い、買ってよかった、本当に可愛いんだけど。
てかこの格好かわいい。まあ秋の装いということで白トップス中に着て、これもちょっと前全締めしてあったかい感じにしたんですけど、商品画像だとキャミソールみたいなブラトップみたいなやつを中に着て、ほんと軽く羽織るだけみたいな感じの写真があったんで、それでもめっちゃ可愛いと思います。どっちでもいける。でもね、私結構このコーデ挑戦だったの。私結構こういうモコモコニットみたいのめっちゃ太って見えるので、あとハイネックも苦手だし、あんまし挑戦しない2つに可愛すぎて挑戦してみたんだけど、めちゃくちゃいい。あったかいし着心地いいし、本当に秋が来たらいち早くこの格好をしたいってぐらい好き。で、下がさっきのミニスカート。これちょっとテロテロがついてんのめっちゃ可愛いんだけど、これミニスカートだと結構可愛い感じとかセクシーな感じになりがちだと思うんだけど、これは結構こういう装飾がついてたりとか、こういうちょっとゴツゴツとしたデザインがちょっとカジュアルっぽくてすっごい可愛いと思います。これも一応ポッケあるんだよね。スタイルよく見える。で、この靴なんだけど、これマジで来ました。ちょっと靴紹介しようか。じゃあ、はい、靴こんな感じです。 PU チャンキーヒールブーツ。これ7102円で、まあ、服よりはお値段するんだけど、マジでおすすめかも。ごついヒールしてんじゃんこれ。だから歩きにくさはしょうがないかなって思って買ったんだけど、めちゃくちゃ安定感あるのと、とにかく見た目が可愛い。こうチャックとかついてなくて、ここが伸びる感じになってるので、ここから普通に足入れて履くんですけど、だから結構ここが伸びるから靴ずれもしにくそう。なんかちょっと平成を彷彿とさせるような高さの厚底プラスヒールなんですけど、マジでこれは買いだと思う。一回見てこんな感じ。多分これ脱いだら足めっちゃ短く見える。ちょっと脱いでみる。靴の大切さがわかる動画。全然違うわ。この靴があることによって、すっごいコーデが締まって見える。おすすめです。じゃあ次、このボーダーを着てみようかな。ボーダーも私あんまり得意じゃないんですよね。なんか似合わないっていうか。だけど今回買ってみた。ストライプ長袖トップ。え、これ1200円ちょっと。めちゃくちゃ安いね。と、ちょっと上に着ようかなって思ったのがこれ。え、待って、これもだ。アイブのリズさんが着用しているらしい。トリットカーゴ、ジップアップミニドレス。こちらをちょっと重ねて着てみようかなと思います。はい、切れました。めっちゃ細く見える。これやばいくらい細見えするね。可愛いです、すごく。結構トップスがすごく短め、おへそここでこの辺までぐらい。だから結構お腹が出てワンピースの中に閉じ込めずに着るのもいいなと思った。お腹がチラッと見えて可愛いと思う。でも私は一応ストラップがね、ストラップじゃないです、ストライプがちょっと苦手意識があったんで、重ねて着るような感じで着てみたんですけど、可愛くないですか？まず細く見えるし、なんかカジュアルなのにセクシー。そう、さっきのミニスカートみたいな感じで、結構ポッケがついてたりとか、シルバーのボタンがいろんなところにこうやってついてたりとかして、で、ちょっとレインコートみたいな、雨に強い感じの生地。だから結構カジュアルめなんだけど、ボディラインが結構しっかり見えるので、狙いすぎてないセクシーみたいのが、めちゃくちゃ私好みです。で、これも結構スカート丈が短めなので、中にミシパンは必須かなと思います。ミニスカート信者だからめちゃめちゃ嬉しい。どんどんミニスカートが時代とともになくなっていった感じがして、だからこれが本当に嬉しい。ありがとうございます。やっぱこの靴が万能だな。なんかこの靴があることによってだいぶスタイルがよく見える。あ、なんか全身写真撮るときはこうやってやるよりも壁にこうやって持たれてやった方がいいらしいですよ。足が長く見えるらしい、インスタグラマーが言ってた。じゃあちょっと系統を変えて大人っぽい感じのワンピースを買ってみました。からし色、からしよりちょっと小からしって感じ。これリネン、リネンだ、リネンですよ皆さん。来ましたね、私がリネンを使いこなす日が。リネンブレンドカラーソリッドボタンミニドレス。色の名前がおしゃれで、ジンジャーレッド。ジンジャーレッドです。皆さんご存知の、このガッサガサがいいんですっていう素材。これが可愛い、秋っぽい。着てみます。ね、すごく可愛い。色とか、ここら辺の形、大きく V で開いてる感じとか、そういうとこは結構大人っぽいんだけど、丈は結構短くて、可愛さと綺麗さを、なんかちょうどよく会えたような感じの服。私ちょっと今中にね、ちょうど同じような感じの色のキャミを着てたんで、こんな感じで着たんですけど、結構大きく開いてる胸元。でもなんか色のせいか品がよく見える、結構露出してるのに。これめっちゃ秋のいいとこ取りワンピースって感じで、これ5000円しないの。これだけ着たらコーデ完成するし、こことかアクセサリーで埋めたりとかしたらめっちゃ可愛いし、もうちょっと季節進んできたらロングブーツと合わせても可愛いなとか思って、いろいろとこれ一着で楽しめそうだし楽だし、すごい買ってよかった。あ、ボタン1個閉まってなかった、恥ずかしい。これボタン取らなくても頭からスポッて被れば着れるんで、急いでる時にもいいかも。すごく可愛い。ほんでね、ピアス買ったんですよ。ちょっとこの服でつけよう。じゃじゃん、見て、キノコ、オレンジのキノコがなんか最大限オシャレになったみたいなピアス。めっちゃ可愛くない？この揺れる感じ。久々にピアス通すの。あ、え、可愛い。
かわいいじゃん。これちょっとさ、外したピアスみたいな好きなんだけど、もうしばらく買ってなかったから。てかピアス自体最近あんまりつけてなかったんだけど、夏は産むからさ、秋になったらつけようかな。え、かわいいじゃん。こんな感じ。このさ、服装でさ、ちょっとなんかおはようございますみたいな感じで入っててさ、ちょっと今日も会議あるからよろしくね、なんとかくん書類コピーしといてとか言って、できるキャリアウーマンみたいなでさ、あ、でも最初はこれで隠してんだ。隠しててちょっとそれやっといて、なんでできてないのそこ、コピーするぐらい誰でもできるんだからねとか言ってやってて、昼休みにスッてこうやってキノコ、いいギャップ。意外とやっぱそういう上司の可愛さみたいな、みんな見てますから、これ会社で許されるのかな、そこはちょっと社風にお任せしますけども、まあそういうギャップを狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。一見なんか普通のおしゃれなアクセサリーなんかなって思ったら、実はキノコ、可愛すぎる。じゃあ最後です。もう最後、こんなに買ったのに。最後やっぱパンツで締めたいなと思って、このハイウエストのね、かっこよさげなパンツを取っておきました。ジャージハイウエストソリッドボタンフレアトラウザーズブラック、これ楽そう、すごくハイウエストが私大好きなんで、これをちょっと買ってみた。でこれがね、大きめの横のやつ、これはストライプって言わないよね、これなんて言うんだろう、これなんだ、シマシマっていうのか、これがシマシマか、でもシマシマってほどシマシマしてないもんね。これなんていうの、この繰り返しがさ1個だった場合のストライプとかシマシマ的な感じの用語ってある。これがですね、でもストライプだ、そっか、これもおしゃれな世界ではストライプなのか。なんかストライプって言われると私ストライプストライプストライプっていうのを想像しちゃうから、これもストライプなんだって、一個勉強になったね。これがテリーストライプカラークロップスウェットシャツです。これ秋に着たくない、この長袖で丈短くてみたいな感じ、じゃあ着てみます。見てください、可愛いです。このゆるっとさがめっちゃ可愛いんだけど、秋もっと長くなんないかな、あと3ヶ月くらい。てか1年が短いから1年を600日ぐらいにしてほしい。ね、めっちゃ可愛くない？このトップスがね、結構ゆるっとしてて、ここも結構広めなの、ウエストもう1人入るぐらいあるんだけど、短くなってるからここの落差でめっちゃ細く見える。ゆるっとしてて着合わせができるとか最高すぎる。でパンツはハイウエスト、結構本当にしっかりハイウエスト、お腹の都合悪い部分とか全部隠してくれる。私は食べた後本当に特に下っ腹が出やすいんで、ハイウエストは欠かせないですね。でやっぱボタンがね、こう光るのが可愛くて、こんな感じのボタンが6個ついてます。え、これ本当に可愛い。サイダーさんマジグッジョブ、綺麗に見える。いやてかね、サイダーはね、服のバリエーションがすごい、大人っぽいのもあればカジュアルなものも可愛いものもあって、本当に結構商品選ぶとき迷ったんですけど大成功です。本当に全部可愛いし、着回しが効きそうなものも結構あるから、こうで割とどこ入れ替えても成立しそうで嬉しい。でも私の中の MVP はやっぱりブーツ、マジで良かった。これこうやって持ってみるとなおさらヒールがこんぐらいあるんですけど、本当に一回履いてみてほしい。すっごい足の長さが漏れる上に歩きやすい、安定感すごい。これとね、でもこのカーディガンかなと、このカーゴパンツ、これ本当に良かった。え、でもそれで言ったら、このミニスカートも良かったし、でもそれで言ったら、このワンピースも他にない感じですごい可愛かったし、でも決めるとしたら、今回パンツが本当に全部可愛かったし、その中でも機能面とか、そういうところに優れてた、このパンツかな？ MVP です。でも全部可愛かった、本当に。デザインのバリエーションが多くて、本当に楽しかったので、また買います。概要欄に今日紹介した服の情報をまとめてあるので、ぜひ気になるものがあったら見てみてください。私あんまりお揃いとかしてもらえるタイプじゃないのよ。わかるでしょ？だから結構お揃いとかしてくれて、インスタの DM くれた子とかいると、ってなってる。想像以上に多分喜んでるので、ぜひしてください。この動画を見てくれた子のためにプロモーションコードもサイダーさん用意してくれたみたいなので、ぜひ使ってください。というわけで購入品紹介すごく楽しかったです。今日も見てくれて本当にありがとうございました。のし。